クリスマスの2日前だった。ソドー島の子供たちはみんなクリスマスを楽しみにしていた。機関車たちは準備に追われ忙しく働いていた。トップマット卿は今年のクリスマスパーティーは最高のものにしたいと思っていた。ホームでトップハムハット卿がイライラしながらトーマスを待っている。急げトーマス、クリスマスツリーが作業場についているはずだ。アニーとクララベルはダックに預けてお前にそれを運んできてほしいんだよ。僕たちもクリスマスキャロルを歌えるんですか？もちろんだよ。みんなでまたクリスマスキャロルを歌えたら素敵だろうな。トーマスはうっとりすると大事な任務を果たすために出かけていった。トーマスは注意深くツリーを運んできたが、前方に大きな雪の吹き溜まりがあった。遅れるわけにはいかないぞ。トップハムハット卿は僕のことを信用しているんだから。トーマスは汽笛を鳴らし動こうとしたがダメだった。もっと悪いことが起こった。トーマスは雪の中に埋もれてしまった。操車場では何も知らない機関車たちが待ちくたびれていた。トーマスが遅いのでみんなブツブツ文句を言った。静かに、トップハムハット卿が言った。トーマスはちゃんと作業場を出たそうだ。だが雪で電話線が切れてしまった。多分トーマスは脱線したんだと思う。機関車たちはトーマスを気の毒に思った。そこで双子のドナルドとダグラスが救助に向かった。まもなく双子たちは大きな雪の吹き溜まりのところにやってきた。助けて。しっ、何か聞こえますね。ドナルドが言った。きっと風の音でしょう。助けて。いや、耳を澄ましてごらんなさい。ここだよ。あ、トーマスですよ。早く助けないとトーマスがコチコチに凍ってしまいます。作業員が救助に来たが、この大量の雪をどけるにはだいぶ時間がかかった。近くの小屋に避難していたトーマスの機関士と助手も救助作業に加わった。ついに大事なクリスマスツリーとトーマスが雪の中から引っ張り出された。トーマスたちは再び走り出すことができ、駅へと急いだ。トップハムハット卿は彼らを温かく出迎えてくれた。大変な仕事をよくやり遂げてくれた。みんなでクリスマスを楽しんでくれ。さあ急いで。大きな駅に全員が集まった。1、2、3、まるで魔法のように突然駅が明るく輝いた。おっほん、皆さん、私は機関車トーマスとその仲間たちに改めてありがとうと言いたいと思います。このパーティーができるのも彼らのおかげなのです。その時、奇妙な音が聞こえてきた。パーシーとトビーはそれが何か分かってにっこりした。それはキラキラと輝きながら舞い降りてきて、雪の上にそっと着地したヘリコプターのハロルドだ。何よりも素晴らしい贈り物、サンタクロースを連れてきてくれたのだ。人々は歓声を上げ、パーティーが始まった。もう雪の中はゴリゴリだけど、このパーティーのためなら雪も素晴らしいね。パーシー、クリスマスおめでとう。みんなおめでとう。